これをいっちゃいましょう。はい、大阪から来てます。ひーくんって言います。誰もが主役のショーなんてどこにも存在しないんだね。それぞれ決まった配置で Tonight, Tonight, Tonight。 やりたくないことだって誰かがやんなきゃなんだね。でも誰が決めてんだろうって Tonight, Tonight, Tonight。 疑問なんてなくただ生きてきた気がした。ああもしたくさんのことが作り物だとしても僕らの感じる痛みや思いは真実だから、いつか自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら待てるカーテンコール。ありがとうございました。ガーデンコールでした。